I felt it deep inside, beautiful woman. People are talking me down, beautiful woman. 洋服売り第3弾。さあ、今日も雨ですね。雨ですね。やること終わらせて。ランチに来ました。パンケーキだよね。開いとうかな。開いてますように。I believe so.で、今日はさ、やめっちゃ寒いんですよ。寒いけど、ちょっと思い出の T シャツ着てます。めちゃくちゃ寒いけど、私雨で、もうほんとちょっと大変だったんですけど、いろいろね、断捨離も終わり、終わってないかな。あと一息って感じなんですけど、友達が手伝ってくれて、いろいろね、ことが進みました。はい、というわけで、そう、もう友達に本当やっぱ持つべきものは友達ですね。一日中ずっと手伝ってくれて嫌な顔せずに本当ありがとうって思います。いや本当助かりました。今までさ、今もう7時なんですけど、朝の10時に来てくれて7時まで8時間ぐらい、本当ありがとう、本当ありがとうしか言えない。しかも今日さ、出会う人出会う人が、あの店員さんがめちゃくちゃみんな親切だし、いい人すぎて、でなんか日本語喋れる人が多くてびっくりしました。こんな普段さ、ここで生活をしていて日本語喋る店員さんとか、あ、もちろんありがとうとかこんにちはなんですけど、ほぼほぼいなかったからびっくりしました。はい、で、明日明後日仕事してって感じですね。なのであと一ケースかな、そう、ちょっともう一箱送って終わりかなっていう感じです。で、そうそうそう、今回第2弾としてまた3個目4個目の服をさ、ビーコンに行ったんですけど、今回はなんと80ドル返ってきました。イエーイ。なんかリテールの金額は200何ドルだったんですけど、で、あのストアのクーポンに換えるとだいたい100ドルぐらいなんですね。半分ぐらい返ってきて、でもキャッシュに換えると、まあ、キャッシュっていうかペーパルに入れてもらうと、そう、それのもうちょっと減るから80ドル捨てるよりね、まあ、寄付するよりもお金になって、売れなかった分は全て寄付させていただきました。はい、あとさ、靴もさたくさんあって、それをどうしようかなと今思っているところです。というわけで今日は、あ、そう、ちょっと昨日ね更新するのがめちゃくちゃ遅くなっちゃったんですけど、もうほんといろんなことに追われていて、もうそれどころじゃなかったです。
全然元気なのでそう、インスタも全然更新してなかったけど、うん、なのでちょっと今日をすっきりねここで断捨離終わらせて、明日明後日し明後日思いっきり遊びたいと思います。仕事しながら遊んで、で、月曜日にねもう戻るのでハワイに、そう、はい、という感じかな。ではでは皆さん、こんな感じで今日は終わります。ではでは皆さん、また明日、バイバーイ。